さて、追っ始めるか。容器に釣られて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか。面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも居ぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が模されようとしていた。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある。もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何、どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇宙世に降りる。その面の力場を祭りという。そして祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるものなのだ。ちぎられた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の鷹なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるでかの時をなぞるがごとく、職が申されようとしている。あれがまた起こるってのか。あれがもう一度。残念だが、この祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。宇宙世とは水面に移りし月影のごときもの。月影を消すことは可能。月がすでに手にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そして
あれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影。視線太陽に照らされし彼の地より遠く地上に差したる影に過ぎぬ。するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証。すでに我らは因果の流れの中だ。影だの因果だの知ったことか。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがくものってのよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスにきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして刻まれし楽印、それが思わぬ助けとなるやもしれぬ。お前は今狭間の世界にある。狭間とは宇津世と隔離世の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存在のお前は映るし影ではなく、馬を波立てる魚やもしれぬ。一つだけ忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ。やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う。それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教徒どもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。ああ！かつあれ、邪教徒狩りか。それにあいつら見覚えあんな。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て！
よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った、夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ、お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからもずっと。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。なんでガッツの後つけ回すんだ。ガッツに弟子入りするのか。違うって。人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら。泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥。言うと思ったぜ。